皆さんこんにちは。信長の野望新生 with パワーアップキット、今日も続きをやっていきたいと思います。シナリオ天下無事ならずを真田軍でプレイ中です。現在1605年6月ですね。前回からですね、少し時間を進めていまして、まあいろいろとですね、その中でやってきましたので、まずねそのあたりをご紹介したいと思います。まずですね、一つ大きなことをやったのが本拠地の移動ですね。はい、ちょっと画面切り替えていきましょう。ね、まずやったのがこの新府城でしたかね、今まで本拠地だったのが。そこからですね、一気にこちらの二条城まで本拠地を変えました。はい、でなぜ二条城に変えたかと言いますとですね、やはり城の規模が、むちゃくちゃ大きいということですね。まあ、施設がもう満タンですね、これね。西路の葉の10、満タンです。10個。で、軍もね、かなり充実をしています。はい。まあ、軍の数はね、もうちょっと多くても良かったんですけど、まあまあ、でもそれでも最強クラスのお城ですね、二条城。はい。まあ、ここに、真田昌幸を配属して、本拠地としました。それとあともう一つ大きなことがあったのがこちら、春日山城ですね。もともと上杉軍だったんですが、これの吸収に成功しました。はい、なので、上杉軍がね一気にこちら側についてくれてます。で春日山城については直江兼続さんに城主としてで、まあ、来てもらってますね。で春日山城もねかなり大きなお城でして、施設もですね、二条城ほどではないですけども、かなりたくさんの施設が建てれるということですね。まあ、これほとんどもう残ってたやつなので、ちょっとこれから建て替えとかはやっていかないといけないかなと思ってますけども、非常に良かったですね、吸収というのは。で、あと軍の方もね、かなり充実をしてて、この辺りもほとんども満タンの状態でこちらの方に寝返ってくれたということですね。これは非常に得をした気分ですけどね。やっぱこの従属吸収っていうのは非常に有効な手段なのかなということですね。はい、力で攻めるのもいいですけど、このように政治的に、吸収して、制圧するというのも一つの戦法なんでしょうね。ということで春日山城が手に入ったということですね。この2つが大きな出来事でしょうかね。で今ねこの辺りちょっとこの青い点々がついてるのが、私の部隊ですね。この青い点々で、赤い点々が豊臣軍で、この緑の点々が伊達軍ですね。はい、なのでかなりね今この金沢富山あたりでしょうかね、そこに、迫っている状況です。別にね伊達軍と話し合いをしてこのタイミングで攻め込もうとかっていうことはないんですけど、なんでかこうタイミングがあった感じですね。最初ね私の方から攻め込んだんですけど、それに合わせて伊達軍が、出陣したっぽいですね。多分この七尾城あたりに攻め込むんでしょうね、おそらくね。で、真田軍については、結構もうこの三方から、この東の方から、あと西の方から、あと南の方からもね、迫ってますので、この三方からもう
軍を一気に出してですね、この辺りをもう一気に制圧しようというような作戦で行ってます。で、まあ、春日山城も吸収できたので、まあ、最終こちらの方からも出してですね、まあ、この辺りのお城を一気に制圧して回ろうかなと思っております。でこれはね、もう本体、真田本体、正幸本体ではなくて、まあ、周辺のお城から兵を出して、まあ、これはもうコンピューターの方で、攻撃をしてもらうというような感じにしようかと思います。それとあとこのここね、新宮城がね1個残っちゃったんですけど、まあ、ここにも一応兵を出してですね、今、まあ、向かってもらってるような状況ですね。これね、かなりあれですね、苦戦してます新宮城で。これね、なんで苦戦してるかっていうと、やっぱり遠いんですよね。で兵糧がなくなっちゃって、まあ、その辺をね、もう少しちょっとこう、まあでも1個だけ残ってるからって何もできないですからね。まあその辺はもう時間をかけてゆっくり攻めていきたいなという感じでしょうかね。そしたらですね、今日は、まあ二条城に本拠地移しましたので、で主力部隊の兵もね、だいぶ回復しているのかな。近江八幡、はい、真田ね、で長浜佐竹で、岐阜が、徳川ですね。まあ、この辺の主力部隊がもう回復してくれてるので、またねちょっと出陣していこうかと思います。大阪城もねかなりの兵がいますね。で、向かうのはこちら豊臣の本拠地ですね。こちらのお城に向かおうかと思います。でこちらのお城もねかなり大きなお城ですね。はい、軍もかなりいい感じなんで、まあこちらのお城にね、攻め込みないなという感じでいます。で、あと制作の方もねちょいちょいやってるんですけども、電波電、電波製か、電波製を、まあ、星2つにして、あと今これをやってんのか、裁量権以上というのを今やってますね。で常備兵制というのもやってますねっていうのを今ちょっとやってるところかな。まあちょっとね、本拠地移転をやってたんで、それにお金だいぶ使っちゃったんで、また少しお金貯めていって、こちらの政策の方もね、ぼちぼちやっていこうかと思います。そしたらね、出陣をしていこうかと思います。はい、それではですね、今合戦カーというのが出ましたので合戦やっていきましょう。はい、相手が12部隊ですね。こちら8部隊ということで、威風京都に出てますね。まあね、部隊数は相手が多いですが、兵数はこちら勝ってますので、しかもね、8部隊しか出てないということで、おそらく負けることはないでしょう。勝ってみせましょう。なので、できるだけ兵をね、減らさないように勝ちたいというところですね。で、1万7000かな、これが一番でかいかな。あと1万2000、1万5000、この辺か。なるほどね、中央左側、
右の方は意外と手薄なのかな。まあいずれにしてもまずここですね、これを抑えたいですね、この施設をね。じゃあそこに、誰を送り込もうか。ご指示、要所を狙うぞ。続け、動くぞ。まあ雪村も行こうかね。要所を手に入れん。で左側をどうするかだな、うん、これ1万が来ると結構厄介だよね。先へと向かおうぞ。要所を制するは我ら。一応2部隊行くぞ。行っときますかね。足を動かせ。よし、これでいいかな。信行さんをこっち側に行かせようか。皆の者進むぞ。よし、じゃあ少し進めていきましょう。馬を持って蹴散らさん。何にて攻め崩す。ああそっち行ったか。待ちわびた時ですぞ。そう来たらどう行った方がいいかな。ここで強撃入れた方がいいかな。次なる手はいかに。でこっちの方はここを取り来たんだね。じゃあこれで強撃入ればいいか。こう言ってみましょうか。交渉を手に入れる時ぞ。で服部半蔵は一旦待機。よし、これで行ってみよう。この六門戦メイドの道行きとして敵にくれてやろうぞ。あ、強撃入りましたね。鉄砲の戦闘を乱さん。出します。あ、ちょっと待って、これ競技入れられてんじゃない、これ違うかな、入ってない競技。これでもこっち側から2部隊来たんだよね多分。この辺があれ、これ競技入ってんのかな。あー、なんとなく競技入れられてるっぽいな。どうなんだろうこれ。あ、こいつこっち側に来んだ。そうか、じゃあ強撃は入らないのかな。よし、絶対早い。我が先方の切れ味、これ強撃入れられてないよ、ね、大丈夫だね。でこいつと戦うからどっちに行こうかしら。はい、これ軒口伺おうか。でもね、まだ舞台が隠れてんだよな。もうちょっと進めようかね。で徳川はこれの中に入ってんのかどうかやな。ちょっと微妙なところにいるよね。敵兵を蹴散らしたぞ。あ、出てきた。いざ、我が部をこの戦場に進めさん。よし、じゃあこれ変わろうか。ご命令はいかに。で、ここが入ってるかどうかなんだよな。どうなんでしょうね。もうちょい行ってみよう。鉄砲隊、行くぞ。よし、やつ。あ、これこっち側行こう。はい、ちょっと待ってね。ここで正行で行こうか。次なる手はいかに。敵を撃ち払います。ここで強撃入れよう。で成田さんはちょっと一旦休憩したいんでここに戻ろうか。もうちょい行こうか。よし、撤退。これでここの施設を制圧できれば、体力回復が可能になるんで。よし、やつ。よし、ちょっとあそこ下がろうか。ちょっと下がろう。佐竹さんちょっと下がろう。で服部半蔵と変わりましょう。
徳川の、体力がちょっとやばい。ちょっとやばい。もうちょい行こうか。この戦闘にて勝敗を決めてやりましょう。これで雪村と、この人の体力回復したんで、どうしますかね、これ難しいね。ご命令。雪村に軒打ちしようか。こっち側から行って。敵の退路閉ざさせてもらおう。雪村とこの なんだっけこれ、ラヒム隊。こちらにラヒム隊でどうしますかね。こっち側行こうか。敵の軒口を叩きに行く。よし、もうちょい行こうかね。徳川の体力が少し心配。よし、撤退。これでここに内側まで走ろうか。敵を退けるぞ。よっしゃ、これで混乱入るかな。みんな我が手のひらの上で踊るが。混乱入って強敵が入る。三河武士とは格のごとし。まあまあ、僕と見よ。我が武略をもって完全の敵を打ち払わん。恐れるがよい。いいね。二分像と共にあるは影。おお、いいよ。服部半蔵強いね。敵を蹴散らしたぞ。出撃するとしよう。どんどん湧いてくるね。今へ我が戦法を見せてやろうぞ。よし、これで回復した。こっち徳川を援軍に行こう。武将を手に入れる時ぞ。よし、もうちょい行こう。よし、壊滅。敵はなし。じゃあ今度は何をする。こっちをこれで行こうか。敵の退路を狙う。奮い立て。もうちょい行こう。はい、来た。で、こんな入るんで、その隙で軒口を伺おうか。すぐに収めれば。これが我が軍法よ。よし、回復した。これで徳川の体力が回復できるかどうか。いけそうだね。この地を使うは今。はい、いけましたね。ただ全部回復するわけじゃないので、まあでも大丈夫ですね。よし、もうちょい行こうかね。よし、こっちの体力も回復しましたので、軒口の方行きましょうか。敵体を閉ざしてくれ。次なる手はいかに。もうどうしよう、もう行っちゃおうか。敵が退路を塞がん。よし、こんな感じで行こう。ドクトン見るがよいわ。我が部屋だ。おい、壊滅。こっち側を相手しといてくれてもいいけどね。ご指示。動くぞ。続け。よし、もうちょい行こう。ちょっと服部半蔵のあれがちょっとやばいな、体力がね。よし、破壊。ナイス。これで勝ちかな。真田軍だいぶ強くなってきましたね。我が策あればこその勝利ですな。オッケーオッケー。逃がさぬ、捕らえたり。お断りします。あの世で待っております。もし威風も起こりますね。ありえません。よし。何ですと。よし。オッケー。じゃあ、
小水城はもう目の前ですんで、そのまま行きましょう。城を奪えば有利になろう。で、別部隊はどうなったかというところですが、こちらの方ですね、魚津城はもうこれ落ちるんじゃないかな。直江隊が今出てますんでね。あと増山城かな、これ増山城も、まだでもちょっと苦戦中かな。で、まあ、でも兵糧が持てばなんとかなりそう。で、この帰り雲城ももう、ああでもこれちょっと後ろから攻められてんな。そうか、後ろから攻められてるからちょっと苦戦中かな。これ援軍出すか、援軍出せそうなところが、ちょっと兵がまだ全然回復してないもんな。まあ1個ぐらい残ってもね、いつでも取れるんでいいでしょう。ちょっと兵が回復したらまた援軍出しましょうかね。それと新宮城がね、結局落ちなかったんですかね、これ。援軍出てるよね。あ、出てますね。まあ、1万6000も出てますんで、まあもうこれで落ちるでしょう、兵糧さえ持てばという感じか。こっち側にもちょっと攻め込んでいこうか。まだちょっと早いかな。あ、ちょっと士官が出てますね。これちょっとやりましょう。忠節を尽くしますぞ。注意ナイス。それと、あと軍道整備、これもちょっとやっとこうかな。国衆取り込み、軍道整備にしようか。お聞きいただきたい。これちょっとやっとこう。そうだね、この辺から出陣しても悪くないけどね。ここ9000。あー、でも人が今いないね、まだね。この前配属したばっかなんでまだ人が到着してない。あ、影勝さんここにいる。なるほど、まだ全員到着してないんで、これ到着したら、こっちの方ですね、まあ、鳥取あたりかな、これ鳥取城とかこの辺ずっと日本海側を進んでいきますかね。で、メイン部隊はこの四国側に、まあ、向かっていくという感じでいきましょうか。じゃあもうちょっといきましょうかね。背を向けねばならぬ。これでも小水城今縦マーク出てるんで、あら粘るな。縦マーク出てるからちょっとあれですね、攻城戦になるかもしれませんね。よし、じゃあこれ合戦。ああ、行くぞ。腕が鳴るわい。あ、合戦できなかった、死んでしまった。名の者、戦の支度だ。今度は合戦できるかな。我が部をご老じたか。野戦となる。ちょっと待って、陣を構えよ。4回復しましたね。大阪城の内政をしとこうか。2打つ目所を今増築しているので、まあ、成し遂げてみせますぞ。これ無理かな。ちょっとゆっくりめでいきましょうか。兵を奮い立て、戦ぞ。あ、出た。これ何部隊、11000。こいつら来ないよね。まあでも合戦やった方が少しでも兵糧のあれになると思うんで。これ豊臣部隊じゃないのかな。
ターって書いてますね。武が全てではないことを見せて差し上げる。8000と11000。まあ一部隊の兵は結構多いけど、お討ちを願いまする。まあこれも負けることはないですね。要所は我らがものよ。狙うは要所、進め。軍を進めよ、行くぞ。まあ強襲を入れたいので、服部半蔵7500、ちょっとこっちで行こうか。服部半蔵はあんまり兵減らしたくないんで、7000を保ちたいね。はい、8000。動くべき時は今ぞ。まあ策の仕掛けどころぞ。まあこんな感じでいいけど、動くぞ、続け。どっち来るか。あ、こっち来たね。じゃあこれでご命令待っておりました。攻撃入れようか。見せてくれる。これちょっと戻って、こっちの方から攻撃入れられないかな。要所を狙うぞ、続け。よしや、素晴らしい。よしよしやろ。いざ我が部をこの戦場に連れ去る。あと一息で制せましょう。よし、もうちょいだ。メイドの道行きとして、よし、先行き入った。これでも勝ちは確実や。鉄砲にて敵を乱さん。よし、撤退。ここでもあれだな、軒口攻撃しにくいな、このマップ。軒口がこれ一つの方向からしか攻めれないんで、ご指示。ちょっと兵らこう進めるぞ。あ、でもそっち来た。そう来たか。じゃあこっちの方から来て攻撃入れようか。兵らこう進めるぞ。一部隊はどの部隊にしよう。雪村はあれなんで、ああでもどっちもいけんだ。じゃ雪村にしようか。雪村を軒口の方に走らせておりました。馬を出せ、続け。鉄砲にて敵を乱さん。よし、これで混乱入る。よしよしよし、みんな我が手のひらの上で踊るが、ちょっと混乱入ってるから2回はいらないんで、これちょっと待機させて、はここで強引まで入れましょう。合わせてくれる。入った。三河の人は格のごとし、北斗見よ。これでもう勝ちだね。潰させてもらった。やっぱ混乱が強い。さあ、甲状腺までたどり着きそうです。これでね、結果は見えておりましたぞ。ボールをもらえるのが大きいよね。よし。でもね、相手1万6000いるんで、結構大変ですよ。そう簡単には勝てないと思います。城を奪えば有利に。城攻め。よっしゃ。遂げたり。これで増山城制圧ですね。敵将、我が手に落ちた。お使いいたします。よし、悔いはありません。ちょっと待って。さあ、その後の展開を考えなきゃいけないね。
もう兵糧がないんだよな。でもね、ああもうダメだね。これは退却しましょうかね。出直しましょう。早々に戻るぞ。であとこちら側ももうほとんどこれ耐久力残ってないんで、もう時間の問題だと思いますね。あとこっちはもうちょっと無理っぽいね。これちょっと無理っぽいんで、援軍をまたちょっと後で出しましょう。まだちょっとね、兵が回復しきれてないんでちょっと難しいんで。よし、じゃあ行きましょうか。こっち側からも援軍来てるんで、これがどう出てくるか。まあ、その前に甲状腺入ると思うんで。敵勢退けたり。よし、オッケー。直江さんやっぱり強いね。生け捕りとしたぞ。秘伝には使えられます。ああダメか。かようなところで果てるとは。ちょっと待ってね。これもう甲状腺いけんのかな。4部隊ちょっと待って。あーこれまだ到着してないっていうことだね。もうちょっと行かないとダメだねこれ。よし、じゃあどうしようかね。直江部隊まだ110もあるんだよね。こっち援軍行けないかな。50日あ行けるね。これ行きましょうか。城を奪ってみせます。うん、これで行こう。帰り雲城に、援軍に向かわせましょう。こっち側からも行きたいけども、こっち側はまだ無理だね。まあもし直江さんが壊滅したらまた出しましょうかね。よし、これもうちょっとだね。これでいけんじゃない。引くほかはなし。これでいけんじゃない。あ、行きましたね。こっち8部隊、向こうも8部隊。これでコメントも十分な兵力ですね。これで行きましょう。ほんと甲状腺難しいんでね、圧倒的な兵力でないと勝てないんでね。ここどうだろうね。過去に甲状腺したことあったかな。ここ北の方から。我が先に味方を勝ちへと導く。こっちの方から攻めてきてるので、施設がこいつか。こいつが部隊の兵力減少っていうのがあるんで、これ結構嫌だよね。あとここが、これも部隊の減少だから、この2つを潰した方がいいのかな、うん、こいつで潰しに行こうか。ここの範囲にいるだけでも多分兵が減っちゃうんだろうね。撃退するぞ。どうかご命令を。どういう風にしていこうかしら。これで行きたいけどな。ちょっとどうなんだろうね。うまくいくかな。おげちゅ。服部半蔵で敵を退けるぞ。で徳川家康でちょっと遠回りですけど、こっち側から行ってみようか。あとはまあフリーでいいか。ご命令行っとこうか。待っておりました。で正幸を次なる手はいかにしようかな。こっち側行ってみようか。こっちの方から行った方がいいよね。ここででもバトルになりそうなんだよな。ちょっと6000、甲斐さんが6000なんで少し心配。敵部隊の兵力減少。こっち側は部隊の兵力減少。常時発動。
これ常時発動じゃないんだ、この砲台っていうのは。溜まっていくパターン。ああ、溜まっていくパターンだね、砲台はね。ああ、これ向こう行っちゃったよ。ちょっとこれ早すぎんだけど。ご指示。こう行こうか。よっしゃ、オッケー。やべ、砲台がもういっぱいになった、これ。弾を食らわせてやれ。マサイキに生かしたのは失敗だったが。敵も味方も撃ち。皆、我が手のひらの上で踊るが。鉄砲にて敵を乱さん。砲台ってかなり強そうやな、でも。我が策にて仕上げと参りましょう。何が起きている？砲台どうなった？恐れるな。よし、いいね。この鬼半蔵と共にあるは誰？よし、いいよ。砲台どうだ？止まって、止まってない？よし、破壊した。字で見えないんだけど。相手が悪かったと。砲台を早く破壊してほしい。よし、破壊した。早い。これでここ破壊したんで、もう城門に向かいましょうか。ご命令待っておりました。ちょっとどうしようかしら。こっち側から行きたいんだよね。歩みを進めよ。徳川家康はこう行こうか。我らが動く時ぞ。もうちょい行こう。待ちわびた時ですぞ。さあ、砲台はなんとか。よっしゃ、砲台はなんとか。敵を退けるぞ。行け、砲台。前方を使います。よっしゃ、勝ちました。やった。これで砲台からの攻撃はない。砲の勝ちは目前です。さあ、どうしますかね、うん、こっからこっち側に行きましょう。城門突破しましょう。もう進めるぞ。ちょっとなんかやられてるね。我が戦法を持ってこの戦を制してみせよう。ちょっとなんかやられてる。ちょっと下がってほしいけど、どうなんだろう。ちょっとなんかやられてる。これ服部半蔵がちょっとやばいんで、一回退却したい。その代わりに、成田さんを向かわせましょう。進軍だ、進め。よし、もうちょい行こう。ちょっと徳川も少しやばい。互いに譲らぬ戦です。よし、これは大きいよ。敵に触れてやろうぞ。これ大きい。これでもう、よし、背面蹴散らしたぞ。よし、あと城門を突破できれば。我が方の勝ちは目前です。いいよ。よっしゃ、破壊。よし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 。こいつでまず行こうか。ご命令とはもうすぐあれが回復しそうなんだよね。よし、で、ちょっと回復したい。互角の戦いです。回復したかな。で、この、佐竹さん。佐竹さんの戦法が溜まっている。これ行こう。一応願います。いけ。あれ、あー、来た。これ待って。戦法にて崩れるがいい。これで混乱入って。兵が言うことを聞かぬ。で、ちょっと下がろうか。
ラヒム隊下がろう。ラヒム隊下がって、もうラヒム隊の出番はないかもしれない。続け。その代わりに正行き隊を出したい。正行き隊ちょっともうなかなか選択が難しいんだけど、これ、あ、これ正行き隊が今先方溜まってるんで、正行き隊を出して、あ、もう制圧しちゃった。なんだよ、えらい早かったね。よっしゃ、これで兵糧がちょっともらえる。我が目には結果は見えておりましたぞ。うん、よし、あ、異風も起こった。あ、ラッキーだね。我らの名が知れ渡ろう。よいしょ。はい。あ、温泉郷で出ましたね。兵力回復がね、結構重要なんですよね。制圧、あ、60日分もらいましたんで、もう少し動けますね。忠節を尽くしますぞ。いい、よろしいですか。うん、いい、もういい。こんなにいるの、こんなにいるの、こんなにいるけど、もうしょうがないよねこれね。ここで恥ようとは。ういん、なになに、直視、あー、そうか、これであれか、関白せいで、あー、もうこれだ、これでクリアなんだね。どうしますか、どうしますか、辞退しますか。これね、多分受けたらもう終わりなんですよ。辞退しましょうか。あの豊臣軍も生きてるしね。なんだって、続けますかって、つけます。はい、これでエンディングだったら、正行がね、生きてる間に、まあ、真田家の野望だ。真田家の野望を果たしましょうぞ。よし。まあ、従属させてもいいって言ってますね。豊臣家を見限る人がいるって書いてますね。それはどれなんだろう、引き抜きかな、違うよ、ね、まあいいか。そしたらどうしますかね。まだ兵糧はあるんで、このままいけるんですけど、岡山城、どうしますかね。これいきますか。はい、それではですね、今まで、小水城の方をですね、制圧してから、あ、まあ内政とか、あと人の配置とかをやっていました。で、まあそのあたりが一旦終了しましたので、先進めていきたいと思います。そしたらですね、まあ、再度ですね、この小水城を制圧してからの周りの状況をちょっと見てみましょうかね。赤い粒々がいくつかありますね。
はい、こちら石田三成大鎌田が小髄城の方に、来ているという感じかな。あとこちらもそうですね、堀部隊、あとは、こちらが、茎部隊かな、まあ、この3部隊が小髄城の方に向かっているということですね。どうしようかな。ここがね、一つもう一個だけなんですね、この勢力が。でここがね、福島正則隊という隊じゃないか、もう、ま、福島正則がこれ大名ですね。でこのね、福島正則ってかなり優秀な武将なんですよ。はい、戦法もキンキラキンで、統率も80、武勇も93ということなので、ここを滅亡に追い込めば、ひょっとしたらこの福島正則仲間になってくれるかもしれないと、まあ、そういう可能性もあるので、ここにねちょっと攻め込んでいこうかなと。まあ、これもう1個しかないんで、それとね、今、動揺状態で、これね、もう多分、攻城戦にもならないんじゃないかなと思ってまして、そしたら、まあ、ここ取ればね、こっちの方に行く、まあ、道もね、開けるので、こちらのお城にも、まあ、攻めていけるようになるということですね。確かね、柚木城もまあまあ大きなお城だったと思うんですよね。そうですよね。まあ、四国ではこの柚木城が結構大きいんで、この辺取るとね、九州への足がかりもできてくるわけですよ。だから、まあ、そのようにしようかと思います。ただ、小髄城の方にも、まだ軍が、来てるので、ちょっとね援軍も出した方がいいかなということで、岸和田城ですね、岸和田城大久保さん、それと、あと大和郡山城ですね、これ北条氏輝さんがこっちいるんで、この2部隊を出しておけばなんとか死守してくれるんじゃないかと思いますので、これでちょっと死守してもらいましょうかね。じゃあこれでちょっと時間進めていきましょう。あ、ちょっとロフが回復した。ちょっとね、あれね、内政やりながらやらないといけないんで、ちょっとあっち行ったりこっち行ったりしますが、あと二脱名所もう一個立てようか。必ずや全うします。あと1は残しておくかね。よし、もうちょい行こう。岡崎城ができた。岡崎城。岡崎城はどこだっけ？あ、これか。ここは、もう一個作っとく？じゃあ二脱名所もう一個作っときましょうか。よし。あと3残った。東洋は出てるね。東洋やっとこうか。申し上げます。よし。ちょっと、馬も一個やっとこうか。じゃあここ馬やっとこうか。承知しました。よし、1は残しとこう。よし、じゃあもうちょい行きましょうかね。うん、逃げましたね。石田三成隊、城なぞ早々に奪ってくれる。退却したんで、もういないのかな。もういないっぽいですね。そしたらどうしようかな。まあこれ追いましょうか、どうせなら。城を攻めます。よし、あ、これでもう安心だね。
城攻めは得意といたすところ。兵を奮い立て、戦ぞ。よし、オッケー。あとは福島正憲さんが仲間になってくれるかどうか、そこですね。観念せよ、縄を打て。我が主のため。よし、しました。オッケー、オッケー。これはもう、これも、あ、しかも侍大将なので、これはあの城主にできますね。ちょっと待って、城主にできるので早速配置しましょう。小水長が1万8000いるんだよな。うん、1万5000、ここにしようか。ここ誰か来てるから、川の上、ここは、ここは結構もう潰れちゃったね。やっぱダメだね。あ、じゃあここにしようか、この人ね。あ、でもこの辺もいないんだね。ここにしようか。前線に人を配置したいっていうのもあるんで、あ、こっちでもよかった。姫路城、姫路城の方がよかったか。まあいいや、とりあえず。で、小水城に、福島正憲、この方を入れましょう。よっしゃ、これでだいぶ強くなった。で、中精度も一応13あるので、大丈夫でしょう。で、アイテムはね、後からちょっと上げようと思います。統率、武勇、両方上がるやつとかあるんで、その辺をちょっとまだ上げましょうかね。よし、じゃあ、引き続き、先に進みましょうか。と言っても、今度はここか。ここまで行きたいね。城攻めは良き策。こちらの城を取れれば、もう四国はだいぶ、こちらのあれになるんで、領土になるんで。で、新宮城にも今兵が到着しつつあるんで、まあこれで多分大丈夫でしょう。よし、じゃあ、こちらの柚木城でしたっけ、柚木城の攻略の方に入っていきたいと思います。お、援軍来たか、援軍来たか、援軍が来た方がありがたい。お、だいぶまた仲間になりましたね。徳川のあれかな、一族かな。やりました。うい、なんかもらいましたね。この城、あ、また労力回復したね。あ、これやろう、まあ、名称やろう。これすると何か、自制力の豊作発生率が上昇大。これは結構いいよ。始めようぞ。豊作が大で、あとは、あとはいいか。あと3あるんで、ちょっとどっかあれしとこうか。連兵所でも作っとこうかね。お任せください。来たる伊達とのバトルに備えよう。よし、これで、ちょっと合戦が、まあ、起こるように調整していきましょう。できれば大きな合戦をやりたいですよね。次は勝たせていただく。はい。あ、ちょっと待って。ちょっとね、ここ行き過ぎちゃうんで、ここにちょっと待機しとこう。皆の者、で、敵が集まってくるのをちょっと待ちましょう。できれば12部隊集めたい。動くぞ。で、7に回復したので、どこ、春日山は今やってるのか。ここもやってる。
岐阜行こうか。岐阜は2打詰め所がもう全部満タンになったね。これで結構いい感じなんじゃないかな。よし、じゃあ連平城つ、あ、違う、灌漑水路にしよう。こちらに。でも一旦岐阜城は手動でやるのはもういいんじゃないかな。あとはもう城主にお任せしておきましょうか。あと4、どこだっけ、駿府と、あと小田原だね。駿府と小田原をちょっとやってるんで。よし、小田原があとどれぐらいあるんかな。あー、これやってる。あと21日、まだちょっと時間かかりそうだね。よし、もうちょい行こうか。まだちょっと集まりきれてない感じがあるから。あー、これ止まっちゃったね。あれ、なくなっちゃった。ここで尽きるか。我が部、あれ、大国さんなくなった。大国さん結構強いんだけど。迎えが来てしもたか。何になくなる、これ。うわ、結構なくなったね。よろしいですか。いやいや、ちょっと待って、あとは4回復したね。ちょっともう、あ、これが出てる。これをやっとかないと。一気が起こるんで、それはちょっと勘弁してほしい。あと3残り。あ、これもいいのか。大阪城は、大阪城、二条城。二条城が、灌漑水路。え、二条城ももう委任でいいかな。どうかな、よし、もうちょい行こう。この後ろから来てる部隊がうまく合うかどうか。3回復した。小田原城ってどんな感じ。ああ、そうか、これまだあと21日か。そうか、あと3。ちょっともう牧場にしますか。牧場ね、牧場あんまり必要ないんだけど、まあいいでしょう。もうちょっとこれキラキラが出てるの結構鬱陶しいんで、一応全部もうなくしときましょう。これが、あ、だいぶ集まってきた。これもうここで止まっちゃってんだよね。これ以上いけないんだろうね。道が細くてね。ようやく落とせました。よし、やりました。これで、帰り雲城かな、これを制圧できたということで。よろしいですか。ちょっともういいです。これも首を切りましょう。よっしゃ、帰還して OK ですね。こちら側の部隊もね、だいぶ集まってきたんで。よっしゃ、これで新宮城も、制圧できましたね。諦めて縄につくがよい。我が心は変えられない。これを首を切りましょう。ご老中 OK で、どうしようかな。これはもう一旦退却だね。だいぶ集まってるよ。どんな感じ。これ4部隊、456789101112、ここまでだね。12部隊くれば、結構いい合戦が起こる。よし、また、あ、士官が出てる。士官やろう。まあいいでしょう。お使いいたします。よし、それとあと9も回復した。9も回復したら、小田原城も行けた、駿府城行けた、岐阜城行けた、二条城も行けた。あれ、結構みんな行けてるね。大阪城は、
大阪城は、離脱名所もう一個作っとこうか。やり遂げてみせましょう。よし、あと5。岸和田城、岸和田城はもう委任してるからいいか。あとこの辺だよね、もういいか。あ、そうそう、春日山、春日山もいけてる。あと5あるんだけどな。竜騎城がこれを、あ、初任町を上げたらいけんのかな。お任せください。あと2、国衆取り込みもういらんよな。国衆取り込みもな、まあいいや。よし、じゃあこれで、行きましょうかね。もうちょい進めましょうか。もうでもここまで出たら12部隊なんで、もうそろそろいいんじゃないかな。また回復した、回復した。もうどんどん回復してくれるからちょっとうまく進めれないね。こっち側とかはどうなんだ。箕輪城とかは、あー、そうですか、二人してるけど全然進んでないもんね。国宗は、あ、国宗はこれ入れとこう、こちらに。よし、で、上田城はどうなのかな。上田城も二人しとこうか。よし、これでいこう。あと2余り、まあ2はもうちょっと取っておこうかね。よし、じゃあ行きましょうか。これで12部隊集めれるか。まあ多分集まってるはず。ちょっと緩めましょうね。陣を構えよ、戦の始まりぞ。ああ、ダメだ、10部隊あと2部隊足りない。もうちょっと進めましょうか。11部隊、あと1部隊。あれ、計算間違えないな、これ。計算間違ってる。あれ、もうダメか。これ1万9000まで来たら結構面倒だよね。あー、12部隊来た。来ましたね、12部隊。これで、威風強ですね。うわ、結構狭いね、これ。ちょっと出陣選抜やりましょうか。服部半蔵が3000しかいないんだよな。あー、でもそうか、他のところもあんまり強くないからな。まあ服部半蔵でいきましょうかね。服部半蔵はあのキラキラの戦法があるんで、まあ、それだけでもちょっと出せるようにスタンバイたい、ね、味方を勝ちへと導く。どうしますかね。ここを取りたいね、とりあえずね。こいつでこっち取るの、なんかもったいないね。雪村でここ取るのもったいないんだけど、いいか。母、王所にこそ利あり。エーラよ、いざ行かん。次なる手はいかに。どうしようかな。エーラよ、こう進めるぞ。こいつでここ取りたいんだけど、ここも9000、1万っているんだよな。これに工場体をぶつけるか。要所を手に入れる、続け。これすぐ取られそうだよね。もうここからすぐだもんね。そうするとここに弓がバンバン入ってくるわけですよ。ということはここであんまり戦いたくないわけだよね。困っちゃったね、これ。ちょっとここで一旦待機しとこう。 この弓をなんとか取り行きたいよね。あ、こいつで行こうか。次はどのように。ちょっと役不足のような気もするけど。
歩みを進めよ。要所を制する時ぞ。うわあ、これちょっときついな。どうしようかしら。もうちょっとだけいくか。いやこれね、正幸をこっち側に持ってくるっていう方法もあるんだよね。1万だからね。これがもうあんまり強くないから。ご命令はいかに。こっち待っとこうか。策の仕掛けどころ。まあそうだね、こっち側行ってこう回ってきていこうか。こっち側はなんとか行けそうなんで。ああ、やっぱり取られた。そこを取られるとできるんだよな。鉄砲を構えよ。鉄砲を構えよ。よっしゃ、競技入った。なんで競技入った。今ちょっとよくわからないね。なんで競技入ったんだろう。ちょっとやつ。これでこっから弓がバンバン撃てるんで、ただ雪村なんでちょっと残念なんだけど。まあ、いい。よし、ここ弓撃ってるから。お越しを願いまする。まあこれで競技入るのかな。ちょっと下がろうか。ご指示。動くぞ。続け。敵は皆居倒してくれる。いや、雪村そこじゃないんだよな。生まれて敵陣を。ここに。ここで待ち伏せして、こっち側からあれしようか。どうかご命令を。敵を退けます。ここで攻撃入れていこうか。敵に手を与えます。これでいこう。この六万層、よし、メイドの道行きとして敵にくれてやろうぞ。あ、いい。ここでストップして、ストップ。皆の者、我らの力を入れる。よし、せやつ、オッケー。で、そこから攻撃入れていく。戦というものを教えてやばい。で、これはこれでOKで、でどうしよう。3800。まあ行こうか。行くぞ。足を動かせ。よっしゃ、出た。これ大きいよ。敵は皆いたんしてくれ。よし、我が先鋒。よし、せやつ、今こそ受けるがいい。これどうしようかな。このまま走るか。うん、退却したらあと4部隊出てくるから、ちょっとあんまり出過ぎた真似はしたくないんで、ちょっと待機しとこうか。ご命令をいただきたく。終わりに出る。待機しとこう。これが俺の戦法よ。これね、攻撃全然入ってないよね。ちょっと一回、これでももうすぐあれだよね。あれが出んだよね。ちょっと出るまでもうちょっと待とうか。こっちが先。もう味方の位置。みな、我が手のひらの上で踊るがいい。よし。野郎ども、落ち着け。今試される時ぞ。よし、出た。これで混乱入るんで、何が起こっておる。よし、解明。これでまたあっち側まで行けるね。いざ出撃ぞ。敵を退けます。いや、そっちじゃなくて、ちょっと待って、こっち行きたいのよ。こっち行こう。次なる手はいかに。ここ行きたい。狙うぞ。でちょっと北条は少しあれだね、休憩しよう、はい、ちょっと休憩しよう。進むぞ。でこれが今もうちょっとで来るから、こいつ来たら、お、いいよ。あ、
鬼半蔵も出た。鬼半蔵と共にあるわけよ。よし1300、いい。ちょっと待って、体力まだ大丈夫か。まだ大丈夫だね。よし、これでここに来たんで、ここで空気を入れよう。よし、もうちょい行こう。いざ、我が軍をこの戦場に。あれ、強制入ってないね、これ。我が戦法を持って、この戦を制してみせよう。ああ、向こう変わってきたね。そしたら、一旦引こうか。ごめんは行く。でこいつがちょっと回復してきたんで、はい、こいつでちょっと援軍に向かおうか。皆の者、よし、もうちょい行こう。いや大丈夫、正幸が来るからもうちょっと我慢して。我が戦略を持って突然の敵を打ち払わん。はい、来た。それが強い。メイドの道行きとして敵に触れてやろうぞ。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。よっしゃ、撤退。オッケー、これでここはいける。ちょっとここで待機したいね。進め。でここもちょっと一回引こう。ご命令とあらば。で服部半蔵を復活させよう。ここ行くぞ。よし、これで行こう。足を動かせ。でこっち側も大丈夫かな。大丈夫だね。もうちょい行こうか。我が方の勝ちはもう。あと2部隊引っ込んでるから軒口をね、本当はつきたいんだけど、あと2部隊今ですぞ。社会ねえんす。あと1部隊か。よし、これで OK。 あ、これ満タンだね。こっち OK、 いける。よし、このまま行こう。で今度こいつが来たのか。7000。どうしようかな。ちょっと佐竹に一回走ってみようか。ちょっといい加減こっち援軍に行かないとやばいな。こいつで援軍行くか。ご命令とあらば。よし、こっち援軍走ろう。要所を取るぞ。待ちわびた時ですぞ。抜き口が開いてるから行けそうだけど、まだ行けないんだよね。あー、やっちゃった。体力が。でも相手も体力ないからね。よし、これでこんな入って、なんか出たぞ。よし、ちょっと正幸引っ込もう。次なる手はいかに。これでちょっとこいつを痛めつけたい。でこっち側はどうなってるかというと、まだ大丈夫だね。まだ大丈夫で、こいつはちょっと変わろうか。こいつでこっち行って、北条氏輝はちょっと引こう。ご命令。よし、服部半蔵が2000しかいないから、ちょっとあんまり無理させたくないんだけど、ちょっと頑張ってほしい。試される時ぞ。あー、やばい、このものは続け。やばい。よし、ちょっと時間かかった。ちょっと服部半蔵がやばい。服部半蔵引こう。ここに。これも一旦退却したいところだけどね。退却できないのかな。退却の仕方がよくわかんないんだよな。よし、暗い我が先方メイドの土産に持って行け。よし、これで混乱入る。こいつを突破できれば軒口まで走れるけど、どうですか。さて、
我が策にて仕上げと参りましょう。佐竹さんちょっと変えよう、うん、奪われてはならない。で軒口に敵の退路を封じる。よしもうちょい行こう。試される時ぞ。あれこそはと思うものは雪村の体力が今回復したっぽい。雪村の体力が回復したっぽいんで我が前に軒口まで行きたい。こっちが近い。こっちに近い。こっち行こう。敵の退路閉ざさせてもらおう。よし、ああちょっと待って。今ですと。ちょっと待って。これ回復してる。策の仕掛けどころぞ。これちょっと引こう。こちらに動くぞ。よし、これちょっと続け。動くべき時は今ぞ。鉄砲にて敵を乱す。よし、引こう。はは。いけ。ああ。ちょっとうまく抜けられたっぽいな今。まあいいか。一応服部半蔵が守ってるのでまあなんとかなるか。軒口までたどり着いたんで早いことぶっ潰してほしい。どうしたかいね。いやよし出た。この6よし出た。メイドの道行きとして敵に触れてやろうぞ。今は敵を捕らえ。もうちょいだね。もうコテンパンにやっつけといた方が後々いいんでね。これ撤退だけじゃなくてもう壊滅まで行っておいた方が。終わっちゃった。壊滅まで追い込んだ方がいいんですよ。テンパンにやっつけといた方が。よし。これどこまで威風で飛ばせるか。今は首を取らぬ。東洋。従わせようとも無駄よ。ああダメか。地獄で鬼と戦をしようぞ。よし。来い来い四国来い。どこまで行った。あー一個残ったか。中村城兵が1万もいる。よし OK で、ちょっと士官が出てる。お、何人？これより集金に励みます。よし、ナイス。名所再建。これは？金山建設条件緩和。これやっとこうか。始めようぞ。よし。さて、ここがね、一個残っちゃったね。あ、でもこっち側まで飛んでるね。あとこいつだね、問題ね。こいつが来てるんで、ちょっとじゃあここで一旦守りましょうか。残り1で、こっち側は取れましたもんね。こっち取れて、でここも取れましたね。よし、じゃあこれ退却というか、こいつがどっか退却してくれたら。ああ退却しましたね。よし、退却したんでこれで OK でしょう。これで、こいつも来てない。来てないね。ちょっとそれだけ確認しましょう。来てない。 OK。 じゃあちょっと退却しましょうかね。で退却してちょっと次の次なる手はいかに。よし。あ、なんか出た。あれ？あれ？あれ？やべ、島津が出陣しちゃった。うわ、やべ、島津が来た。いや、まあ島津が
豊臣に攻め込んだっぽいな、これ。うわめんどくせえな、これ。そうきた。そうきたか。まあまあ、でもしょうがないね。まあでも、こっちの方には来てないんで、この国境紛争だけやっとこうか。心得ました。忘れそうなんで。よし、そんなもんかな。で、福島正則が、仲間になったんで、今、こちらですね、ここに入れたんで、あとここ取って、あ、1万1000、8000か、ここまで欲しかったな、中村まで欲しかったな、ここまで行けば四国統一だったのに、まあでもしょうがないか、ここはそんな大きくないね。いや、これちょっと、島津が来たね、ついに。島津が来たね。豊臣もちょっとこの辺、ああ、これ豊臣やばいことになってきたね、豊臣。ちょっと私がやりすぎたかな。まあでもあとこの辺もあるからな。あれ？これちょっと待って。豊臣の前に島津攻めようか。これ今だいぶねえ、これ攻め込んでるから結構手薄だね、これね。まあその辺はちょっとあれかな。はい、そうですね。今日は、一応豊臣の、まあ、本拠地ですね。本拠地を落として、まあ、その後ね、四国の、まあ、どうでしょう。まあ、ほぼ四国統一と言ったらいいかな。でも、まだ2つか3つかお城残ってるんで、まあ、次回はね、そのあたりと、あと、ちょっと今、島津軍が豊臣軍に攻め込んだんで、どういう感じになるのか。で、今退却したばっかりなので、本拠地の二条城の兵が回復するのを少し待たないといけないんで、その間に豊臣軍がちょっとやばいことになるかもしれませんね。まあ、その辺はちょっと様子見ながら、兵の回復を待ちたいと思います。はい、それではですね、今日はこの辺りでお別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。